ドサンコワイドアサ特別編コンサゆるトーク。もう先週はねこれでトークした通り見事勝ってくれました。勝ちました。やってくれましたよ、ね、このメンバーで、はい、しかも失点してないね。5試合連続 J1 で無失点ですよね。なかなかね。ですからさらっとだけ振り返りますけれども、そうね、3バックの真ん中素晴らしい、宮澤選手じゃなくて岡村選手でいってピーター・ウタが抑えました。完璧に抑えたね。ねえ、あの特徴出させなかったし、はい、ほぼパーフェクト、うん、で守備が安定したしね、はい、で前もね流動的に動いてね、うん、いい形作れたし、サイドも高い位置取って、はい、ボール使いましょう、はい、完璧なボール入って、でもうこれはね、なんかダミーって言ってたけど、ダミーって言う方も前おとりにさして後ろから入る、多分岡村選手合わせたと思うんだけど、そこでもボールが来てばここでドンピシャで合わせて、はい、ね、完璧なヘディングだったから、ね、いやでも昨日練習後喋ったのね、はい、うん、ナイスゴールって言ってちょっと喋ったんだけど、はい、検索さん抜きましたって、そうね、通算ゴール数がね、いやもう抜きましたからっつって抜くな抜くなっていう話で、思わずね、あの僕もネットの実況の時に、うん、検索さん解説だったから抜かれましたねって振りそうになって、あ違う違うローカルネタだと思ってやめたんです。高見さん言われましたよ、はい、抜いちゃいましたっつ、でもどんどん抜いてもらいましょう、もうそうですね、もうここからはね、もう点の取れるボランチとしてもうもっともっと成長しなきゃいけない選手できるから、はい、ここはね重要だったな、はい、でその連戦が終わって、はい、さあいやーこれはやりがいありますね、来ましたね、鹿島ですよ、まあ、前節は 0-3 で広島に負けてるけど、はい、もう連敗はもう絶対にしちゃダメってもう意気込んでくるし、うん、はい、もう一回前からのプレスの連動っていうのと攻撃組み立てっていうのは今週やってきてるから、うん、絶対そんな簡単にはいかないよね。どうしますメンバー、今回はね、あの前回はねピーター・ウタカ選手がいて、はいはい、うん、今回は絶好調の上田綺世選手が鹿島にはいます。これも早くて名前出ちゃったね、日本代表の上田選手、はい、が2トップだから、まあ、上田選手がいてもう一人の鈴木優磨選手、はい、その関係がもうねめちゃくちゃいいじゃない、うん、だから岡村選手でもちろんね人に強いから、はい、跳ね返せるし、はい、スピードもあるから置いときたいんだけど、まあ、昨日トレーニング見た中ではこうかな戻ってきて、まあ、連戦で、ね、はい、前節は外れてたけど、はい、おそらく、ね、やっぱキャプテンシーでゲームをコントロールするっていうところでビルドアップ、はい、ボールを後ろからつなぐっていうところをやっぱりね求められてるから入ってくるんじゃないかな。あ、じゃあ例えば京都の場合宇高選手が一人でゴリゴリ行ったりするから、うん、人に強い岡村選手、うんうん、で今回は鈴木優磨選手と上田選手というコンビネーションもあるから周りをうまく使える宮澤選手みたいなところが、ね、今コンビネーション出たじゃん、はい、その鈴木優磨選手が前に抜けるっていうよりはちょっと落ちてくるんだよ、はい、この抜けるのはもちろんできるんだけど、はい、上田選手のその横とかこのボランチの脇とかこの間に落ちてきてボールを受けて前向いてスルーパス、はい、で上田選手の抜け出し鋭いからその2トップの縦みたいな関係でこういう感じで、あ、そこを出させないためにはその鈴木選手が落ちてきたところに対して、はい、ガツンとやっぱりこのボランチ2人中心に抑えないとパスが出ちゃうんで、はい、上田選手の良さが出ちゃう、あ、そこの結構縦関係作るのはうまいから、はいはい、そこ誰が誰に作るみたいなのがはっきりしないと結構やられる可能性が出てくるのはそこは注意かなっていう、はい、で今度得点の方はどうですか攻撃陣、ね、昨日のトレーニング見てもやっぱり相手フォーバック、はい、フォーバックというか鹿島は結構ボールサイドに寄ってくるから逆サイドが開くのよ、うん、だからボールをつなぎながら例えば左でつないだ中で大きな展開このロングパスの精度が大事まずで、はい、ルーカスが入って、まあ、シュンタも後ろいるけどこっからこのボールに対して結構ワンタッチで入れるトレーニングしてたのよ、寄った幅を取って相手の準備が整ってないディフェンスってそうなったら戻る感じじゃない、はいはい、ゴールの方にだから対応が難しくなるからこういう展開で誰かワンタッチでこのゴールキーパーとディフェンスの間に入れる結構難しいけどダイレクトはそういうトレーニングを逆からこういう感じで菅選手でダイレクトでこのキーパーとディフェンスの間に早いタイミングで入れる結構相手のセンターバック高さあるから、はい、簡単に入れるだけでは跳ね返されるから相手の守備が整う前にこの速いボール鋭いボールっていうのは狙い目かもしれない。あ、じゃあもうボールが長くて展開変わっても、うん、ちょっとゆっくりしてる時間はなく見てる僕らも、うん、わ次すぐ動くぞっていう構えが必要ですね。このロングパスの精度でここからサイドからのクロスの精度、はい、質どういうボールが入るかでどういう飛び込み方入り方するかっていう、はい、そこで決めるっていうのがねやっぱ今求められてるから、うん、一瞬のその
相手の隙とか、はい、スピード感でやっぱゴールを取らないとやっぱねかなりね来ると思うよ、うん、いや今はねまだ9位ですけれども、うん、上の勝ち点詰まってますからね。そうそう、また次のゲーム勝ったらまた上に行くわけでしょ。そう、可能性次4位ぐらいまであるのかなっていうぐらいのところまで来てるから ね。いやもちろんやっぱもう引っ張りながらで潰してもらって高い位置取ってアグレッシブに行って、ね、次のゲームはこのなんか多分最初はでもシャビが出てくるんじゃないかな、はいはい、でそこでねコンディションも上がってきてるから、そうです、ね、どんな形でも点取れればいい形でね試合進めていけんじゃないかなと思うんだけどね、はい、じゃあもう両クラブの OB である、はい、今はもう札幌ですよ。今はね、そうでも鹿島スタジアムで独特でね、正直あのスタジアムでやりたくなかった。アウェー、なんだろうね、あの雰囲気、はいはいはい、覆われてる感じ、アウェー感。あー、うん、だったけど、もう今の選手たちはもう、ねね、そんな。そう、だって去年、おととしとかもね、はい、そうダブルやったシーズンもありましたしね。勝てるようになってるから、はい、そんなもん関係ないから今は、はい、もう今は自信持ってプレーできると思うから、ちょっとね勝ちたいですね。ね、はい。